ミッシングリンクっていうの言われてないでしょ。人間の先祖が、まあ、新人の前が求人、その前エンジン、その前がミッシングリンクでしょ。で、その前は、何やったかって、まあ、樹状性の猿って言われてる。まあ、その辺のあたりで、結局人間の先祖ずっとたどれば、メガネ猿。で、その前は、まあ、ツーパイとかその辺なんていうのかな、初期月種類。で、メガネザルから猫と分岐したわけね。で、猫から犬が改良されて、あれは実は改良品種や、ね。で、狼もだから、あ、いや、そうそう。猫から、猫の改良品種が狼。あえてわざわざ作ってる。その狼と、それとそのバリエーションのジャッカルみたいな、夜間みたいな、ね、ハイエナ系がある。ハイエナ系、ジャッカル系は残飯食べます。そっから、さらに改良されたドッグは残飯食べます。でも、狼を改良した犬、すなわち日本犬のこと、秋田犬とかは、残飯食べます。極度の肉食です。そのせいで狼の親から。狼の方やからな。ね、で、人間の先祖、兄さんのミシブリングなんて言ったけど、何があったのかわからないって言ってさ、分類学上の呪術に過ぎなくて。なんでかと。じゃあ人間に遺伝子、人間の細胞を作る人間遺伝子の遺伝情報の中にミッシングリンクしか持ってなかった部分ってないんですかっていうような問いかけしたときに、あるやな。だからミッシングリンクなんていうのはむしろ憑依だよね。だってせっかく最終のホモサピエンスに憑依したのに、先祖霊が助けに来たら怖いやろ。で、せめてエンジンまでにして、それ以前もう美形じゃなくなるせっかく取り付いたのに、って。じゃあ取り付いたらって何だよ、鳥でーすとかな、カエルでーすとかな、わからんけど、こんな顔か。せっかく表現したの、おいしないやんけって。それとな、人間の先祖、な、まあ、新人も、新人、まあ、うちら新人の種、その、トモサピエンスさん。で、新人、求人、で、エンジン。あ、じゃあ、新人、求人、原人、エンジンやったかな。やったかな、どっちやったかな。で、このエンジンの前がミシンです。強いね、めっちゃ。そのラインナップも強いし、それ以前も強いね、めっちゃ。で、その例になった時なんかね、小型でもね、めっちゃ強い人たちだって。だから、私たちになったんだよ。だから、ミッシングリンクなんて呼ぶから、その強い戦闘たちが助けに来ないし、しかも、呪術的に助けに来れないんですよ。所詮呪術ですから、ね。助けに来れる人には、助けに来てるね、実は。アマートかな。助けてもらってるよ。ミッシングリンクにも、ミッシングリンク以前にも助けてもらってるよ。メガネザルにも助けてもらってるし、メガネザルから分かれた別の哺乳類からも助けてもらってるよ。他の四つ足からも助けてもらってるよ。誰から？竜神や天使の攻撃から助けてもらってるよ。当たり前でしょ？ミッシングリンクなんて呼んでる人たちは、ミッシングリンクっていう呪術のせいで、戦争、すっごい強い戦争たちに助けてもらってないんでしょ？魔法は助けてもらってます。しかも、死んだ晩鐘の中央にふさわしい、バランスの取れた食生活は、ちゃんと完成品っぽい、哺乳類の顔、形、姿、体格、そして運動神経、そして知能っていうかね、バランスの取れた知能、ちゃんと実現できるでしょ。それは、よっぽどすっごい強い先祖霊が助けてくれてるからじゃないの。人間の遺伝子にも先祖霊の部分、先祖の部分があるし、ね、その、高度があるから、遺伝子に。先祖霊助けに来やすいよな。その時にミッシングリンクなんて失礼なこと言うてみいな。なんでこんなやつ助けなあかんねんって。先祖に見限られてんの。な？分かった。